これはですね、僕今泊まってる、ホテルの船です。勝手に乗ってます。乗れるんだもんね。でバカでかいよね、これね。すごいね。ちょっともうタイタニックは終わったんで降りたいと思います。怖え、マジで超怖え。小さいサメを発見しました。これはどう見てもサメですね。寝てるんでしょうか。おい起きろ。多分ね、見た目画面上小さく見えるかもしれませんけど、今まばたきしたぞ。おい今まばたきした、すげえな。見た目は多分画面上では小さく見えると思いますが、横幅4メートルぐらいありますね、これね。アーメン。屋形船もありますね。今日滞在しているお宿もですね、屋形船も持っていて、なんか何十人で8万円で貸し切りで利根川を遊園できると書いてありましたね。宴会もして、これだ、多分これだ。すごいな。これもそうだ。一応僕2級船舶持ってたはずなんですけど、期限が切れたっぽいですね。なんで運輸省じゃなくて、なんだっけな、船舶の免許のところで再登録すれば2級船舶まで乗れるんで、この辺も乗れるんじゃないかな。マコモマコモ、もうすごいね。もっとやればいいのにな。頑張って、もったいないな。これもうここに置いといたら資産を寝かしてるだけですからね。これとかすごいいい船ですよ。ほらマコモ、ほら活躍したいなってこう眠ってる感じで、もったいないですね。すごいね、これ100人ぐらい乗れんな、これすごいな。こんな感じでちょっと北利根川を散歩しております。さっきはね、北利根川って書いてあったんですけど、これこっちは北千利根川って書いてますね。北千利根川はですね、普通の利根川と並行して走ってるんですよね。あの太平洋の方から、いや太平洋の方へ向かって。本名が北利根川なのか、北千利根川なのか、ちょっとわからないんですけども、ちょっと、そのなんとか利根川を渡ってみたいと思います。僕らが泊まってんのはあの辺、あっちにはでかいクルーザーが泊まってます。あ、ヤマハのボートクラブがあるんだ。ちょっと行ってみたいと思います。このホテルは、裏手から見るとちょっと廃墟っぽく見えたんですけどね。普通にお客さんいますね。失礼しました。茨城県潮来市の温泉に来ました。ここはですね、あの上の方に、北利根川が見渡せる個室のね、完全個室の温泉があるんで気配しました。行ってみたいと思います。ここ北利根川です。ここがお風呂です。で美肌の湯です。今からちょっと入ってみたいと思います。今すげえ夕日が出てるっぽいんで、あ、もう終わっちゃったかな。あ、終わっちゃったな。あ、ちょっと暗くなってきました。景色も少しずつ変わってきまして、これあっちの建物から双眼鏡で見たら絶対丸見えなんですよね。すごいよなこの設計。こんな感じで、夕日が落ちて橋にも光が灯り、
暗くなってきました。これはですね、なんだっけ、あそこ道の駅の方ですね、どっかのとても涼しくて気持ちいいです。これはシーラカンスですね。おそらく僕の図鑑の中で調べるとシーラカンスの、化石だと思います。